はい、ポケモントレーディングカードゲームポケットやっていきたいと思います。よろしくお願いします。たっちゃんです。おおリザードン、あピカチュウ、てか英語表記、あミュウツー、おーエレブ、あもうあーすごい、あーかわいいねイラストが、へえ、あ今のピカチュウなんか、あガルーラとかもなんか昔見たことある絵柄だったな。そういうのもあるのか。うわーおおおおお、はい、ポケモントレーディングカードゲームポケットへようこそ。あどうもいらっしゃいました。このゲームではポケモンカードゲームのコレクションをスマートフォンで楽しむことができます。プレイヤー名を教えてください。あプレイヤー名とアイコンを設定、あじゃあアイコン、おじさんがいるんだけど、これ榊だよね。初期榊にする人いるってか、なんでエリカと榊なの？もう一個じゃあピカチュウでいいや、この初期ピカチュウで。はいじゃあまあね、タッチャンでいきます。拡張パックを開封できます。あまあね、カードゲームですから、カードパック開封。うわぁ。うわぁ、選べるわけね。へぇ、どれにしようかな。まあ、ピカチュウからでいいか。おぉ。あ、横になすって開封？え？はい、じゃあ。うわゼニガメ、めくタップしてめくろう。あディグだ。あパラス、あゲロップ速そう。おウィンディー、すげえ飛び出てる。 3D メガネかけるやつだこれは。あなるほどね。うわあこれいいね。でもあちょっと楽しいわこれは。これは楽しいやつだ。あ、ウィンディ？うわ、すごい。うわ、な、すげえ。動かせるよ。ちょっと楽しい、これは。いいじゃない。お、拡張パックを開封できます。あ、じゃあ開封と。なにこれ、わー、あ、なに選べ、あ、なんか一個だけ裏向きだったけど、あ、これも、あ、これも、なんかこれだけ、一個だけ裏向きだ。選べるんだ。でも別に、こんな選んだとこでな気もするけど、じゃあ、裏向きのあなたで。よ。あ、知らないやつだ。あの、僕、金銀までしかポケモンやってないんで、あと実況で見たりとかはしてますけど。あ、ポッポだ。なんか凛々しいな、このポッポ。ピジョンみたいなポッポだな。タタッコ、あ、これも知らない。これも知らない。知らない人多いな。あ、不思議そうだ。ゲットチャレンジ。好きなカード、どれでもいいのか。これ、じゃあ。あ、ゼニガメだ。なんか光ってるこれ、星一つ。はい、じゃあ次リザードンのやつで開けてみようか。おお、どれがいいのかさっぱりわからんな。これでいいや。じゃあ、あ間違えちゃった。これでいいや。よいしょ。お謎の草だ。なんかカビゴンが映ってる。あまた知らない人。あ、鬼スズメ。あ、鬼ドリル、鬼スズメ、鬼ドリルが揃った。あ、また、3枚目だ。進化後なんだよな、しかもこの3枚目のやつは。16枚。16といえば海竜。大きな体格で空を飛ぶ。地球を約16時間で、あ、その16ね。もう一回。
心森、エレザード、知らねえ。いやー、丸役、ま、あ、これなんか見たことはあるな。ハミユキ、なにこれ、かわいい。あ、ゴルダックだ。チュリネ、知らないなぁ。あ、シェルダーだ。あ、またチュリネ。まあ、かわいいけど。キルリアだ。あ、マタドガス。なんかおしゃれな街にいるなぁ。こう、マタドガスって臭いとこにいそうだけど。あ、カビゴン。やった。わー、バトル始めよう。チュートリアルかな。コレクションするだけカードを使ってバトルすることができます。ピカチュウのカードをよく見てください。はい、長押し。あー、 HP ね。はいはい、なくなると気絶します。技が書かれていて、相手を攻撃したり効果を使ったりできます。かじる、自分と相手のポケモン同士でバトルして相手のポケモンを気絶させていきます。はいはい、なんかもうちょっと減ってない？不思議だね。バトルでは自分が集めたカードで相手と対戦ができます。はい。遊び方ではお試しで用意されたカードを使ってバトルします。はいはい。相手の場で自分、はいはい。これわかるよ。バトル場。ああ、なるほど。技を使って戦うとこです。バトル場にいるポケモンはバトルポケモンと呼びます。ここはベンチといってバトルポケモンと入れ替えるポケモンを置く場所です。あ、ここと入れ替えるね。ベンチポケモンと呼びます。ポケモンをセットしましょう。よく見てください。種と書いてあるポケモンのカードをセットできます。ああ、種ポケモンっていうのね。じゃあ、はい、ピカチュウさん終了。種だ。終わりです。はい、相手のポケモンを消させてポイント獲得しましょう。先に3ポイントを獲得するとバトルに勝利できます。あ、3体倒したらいいってこと？ポケモンが技を使うためにエネルギーが必要です。これエネルギーカードってやつがあるんだよな、きっと。エネルギーゾーン。あ、ゾーン？自分の、あ、そういうこと。あ、エネルギーカードじゃないんだ。エネルギーゾーンで自分の番が来るたびに一個ずつ発生します。次の自分の番で発生するエネルギーも表示されます。え、ランダムってこと？ピカチュウにエネルギーをつけましょう。はい。電、雷エネルギーが1個つきました。これで技かじるが使えます。はい。手札のカードをあなたの番に使うことができます。手札のピカチュウをベンチに出してみましょう。自分の場にポケモンがいなくなると負けとなってしまいます。あ、そうなんだ。これでバトル場のポケモンが気絶しても安心です。バトルをプレイしてみましょう。最初のデッキをプレゼントします。カード20枚のデッキ、あ、20枚なんだ。はい、じゃあ一人でバトルを遊んでみましょう。お、じゃあ初のバトル、あ、高校ですか。はい、ヤクデ、ブーバー、ポニータ、炎20、かじる10。略で弱いな。ブーバー。ブーバー強いな。まあでも初手殴っときたいな。まあ、ポニータでじゃあ行こうかな。じゃあ、略で出しとこうか。はい。あ、プリンだ。バトルスタート。相手の番。モンスターボール。あー、カード引くのね。あ、それいいね、モンスターボール。魔法カードみたいなのは使えるんだ。やっぱ出しといた方がいいの、これ、全部。あ、ギャロップだ。はい、ちょっと待って。いいじゃないの。じゃあ、モンスターボール使います。あ、ポッポだ。じゃあ、とりあえず、ブーバー出しとくとか。ブーバー、ポッポ出しとくか。で、これをポニータにつけます。なんか、バン終わりでいいのか。あ、技使える。炎。おい。相手の番。これ、ギャロップなれる？よいしょ。ああ、なりました、ギャロップ。え、じゃあもうこれで、攻撃。
あ、エネルギーつけれます？ちょっと待ってね。エネルギー、エネルギーじゃあもうブーバにつけとこうか。はいはいはい、炎のたてがみ。これなくならないんだよね、一回つけたやつは。あー、1ポイントゲットです。おいおいおい、めちゃめちゃ。もうめちゃめちゃ、もう、もう全然これ勝てまくるんだけど。やった全然楽勝じゃん。ギャロップ強すぎだなこれ。あ、大木戸博士だ。大木戸博士は？これ何？山札を2枚引く。あ、ガーディーと丸役で。まあじゃあ、はい。もうギャロップで3立てできるんじゃない？これもう。負ける気がしない。てか、まあまあまあ、有利だからな。じゃあ、ね。で、丸役で、まあ、すり身ないけど。炎のたてがみ。はい、ドッカン。大文字すごいな。130。じゃあベンチでこうやって待機さしてる間に強くすることが。わーい、勝利しました。わ、大木戸博士。じゃあ大木戸博士使います。ピッピカチュー。あー、プリン来た。大木戸博士、ピッピカチュー。あ、カモネギだと。じゃあ噛みつきましょう。食い食い食いたらん。誰こいつ。じゃあ、はい、噛みついてください。お疲れしゃー。あつー、スズメの分際でいけー。勝った。イエーイ、多いな。クイタラン、クイタランさん、ネギで叩かせていただきます。ネギでね、叩いて。おしょう、おしょうだよ、おしょう。そういえば、あ、ポポね。40って普通に強いよな。ザコじゃん、10だよ。おお。やっぱカモネギにもなると違うな。はい、ピッピカチュー。あー、ガーディーだ。あー、まただ。これはまあ、他の人にあげよう。もうね、ネギで叩くマシンです。め、強いやつ出されちゃったらもうどうしようもなくない？こう、ある日、あ、ジある日みたいな言い方しちゃった。あ、死んだ。で、まあ、かじらせていただこう。こある日さんね。こある日の、ね、高見沢の部分をかじります。で、まあ、かじらせていただこう。まあ、勝ちはいいんですね。お、食いたらんって何？っていうか、アリ食いみたいだけどな。じゃ、火炎で。よく燃えそうですな。うる。やい。ブーバー。で、噛みつく。で、アボ落ちると。でも進化して40か。カモネギと一緒じゃん。進化してカモネギと一緒なんだな、ラッタって。おー、コレクションボード。レベルアップ4です。コレクションボードがオープンしました。コレクションボードでは集めたカードをボード上に飾れます。もらっただけのコレクションボードを作りましょう。ボード上にボードを飾、様々なデザインのボードに好きなカードを飾ることができます。どんなテーマで作るかはあなた次第です。自由にコレクションボードを作りましょう。EV、ディスプレイ、フレーム、クール。あー、フレームがね、決められてるんだね。EV。ね、大木戸も喜んでるでしょ、これでね。あ、喜んでる、喜んでる、これは。あ、この写真立てにね、飾るやつ。ね、じゃあ大木戸飾ろっかね。ないね。大木戸かわいいね。うん。あ、サンドだ。
エリキテル。あ、今日。わあ、サイフォンだ。お、サーナイト。サーナイトいいな。早速飾ろう。いいの出たな。ディスプレイフレームでね。はい、今日。あ、フレンドを一人登録しようっていうミッションがある。これは大変なミッションだな。フレンドか。まあそれはフレンドは後回しかな。一番難しいやつじゃん。無限にできるこれ。楽しい。